はい、次のコメントです。こんばんは。プレジャー91のセーフティーラブだったり、ナインスブルースのイージーカムイージーゴーをアップされたのを聞いたことありますと。のライブバージョンのアレンジは明石さん、松本さんに依頼されて考えていただいたんでしょうかと。セーフティーラブはね、他の動画でも言ってますけども、細かい経緯はよくわかってないんですけども、まずは、その舞台演出の市川さんっていう方が、5人が、ステージの真ん中にこう固まって、ステップやって、みたいなね。皆さん好きなんですけども、僕個人的に大嫌いなんですけど、そういうの。ロックバンドって絶対そんなことしないじゃないですか。なんですけども、とりあえずそういう流れなんで、僕だけやらないってわけにもいかないんで。じゃあ、それで、じゃあもう、今日からもう、ビズのサポートやめるとかっていうほどの話でもないんで、いやいやってほどでもなくて、いやいややるぐらいだったら楽しんだ方が面白いし、っていうところでやってたりっていう感じなんで、基本的にはあんま好きじゃないですけども。で、それで、もしかしたら、だから僕が嫌な顔してたから、それで、市川さんが、じゃあ、ベースソロで、みたいな風に言ったのかな、今思いついたけど。で、それぐらいすごい方たちだったりするんですけど、セーフティーラブに関しては、だから松本さんに僕が依頼されたっていうよりは、それはないですね。おそらく舞台のその市川さんの企画で、そこでそのまま、だからベースソロから調子乗って歌ってしまったっていう、そういう流れ。その辺とかは全部だから。で、途中からふざけんなっつって、稲葉がバーってこうやってマイクを取るっていう、そういうのは全部市川さんの演出だったりします。はい。その辺の演出はね、でもすごい面白いし、それがだから僕の一番人気のある動画の部分だったりするし、ありがたいことにいろいろ使わせていただいて、クラウドファンディングのリターンとかにもすごい使わせていただいてるんで、本当にありがたいことだったなと思っています。はい。ナイスブルースのイージーカムイージーゴーとかはどんな感じのアレンジなのかはよく覚えてないんですけども、松本さんに依頼されてっていうよりは、これ、なんですかね、スタンドバイミーみたいな、ダッツッタン、ダダダッツッタンってやつかな。ナイスブルースなのかな。そういうアレンジをしてた時はあるんだけども、その誰が言ったのかな。稲葉くんが言ったような気もするし、僕が言ったような気もするし、松本さんが言ったような気もするし。今回はだから、ちょっとアレンジ変えようかなと思ってるっていうのは、松本さんが。変えるっていう、そのオリジナルのアレンジと変えるっていうのは、松本さんの考えなんですけども、そっから先が、だから、それで僕が考えたっていうか、誰かがネタを言って、誰かって言っても、だから、僕か松本さんか稲葉くんかの3人だけなんですけども、あとはだから、演出の市川さんだったり、でも、イージーカムはね、市川さんではないと思うんで、確か。なんで、その3人のうちの誰かが言ったやつを最終的に僕が、だからまとめるみたいな。でも、セッションみたいな感じでやるっていうのもあるし、そこで僕は違和感感じたら、じゃあ、ナイスブルースだから1個分かな？だって1個分に、これドラムちょっとこうしてとかっつって、そういうふうな部分はあるのかもしれないですけども、だから、アレンジを僕が全部、ライブバージョンのアレンジを全部僕が考えてるっていうことはないですよね。だから、例えばこうデモを作って、じゃあこれやってくださいっていうよりは、リハーサルの時のセッションとか、そういうようなところで。ただ僕もね、やたら口出すんで、ああだこうだっつって。だから、そんな感じの流れだったりします。はい、ありがとうございます。